はい、どうも皆さんこんにちは。DK ヒーローです。はい、今回紹介する銃はですね、こちらでございます。じゃじゃじゃん。さあ、ついにね、私のチャンネルでも、この銃を紹介する日が来ましたね。もはや説明不要、ご存知の方が多いであろう、KSC 製のガスブローバックガン、オート9です。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあ、今回ね、こちら KSC のガスブローバックガンのね、オート9なんですけども、もうもはやね、この銃は何とかっていう作品に登場してとか言わなくても、ほとんどの方が知っている銃でしょうね。確かあれですよね、エアガンブーム初期の頃に映画が流行って、それでも各社からこのオート9のトイガンっていうのは出てたんですよね。まあ一番有名なのは多分 MGC 製のやつですかね。それとか、あとウエスタンアームズがね、電動ブローバックかなんかなんでしたっけ、フルオート9なんていう名前でね、ブローバックは電動、弾の発射はガスっていう、ちょっと変わった機構でね、出たりとかもしてたみたいですね。まあまあとにかく本当にもう、いろんなところからモデルアップされていたのがこのオート9という銃みたいですね。正直私は全然リアルタイムの世代ではないので、その当時どのぐらい流行ったかってのはわからないですけども、当時をよく知っている方は、ああ、あんな感じだったなとかね、いろいろと思い出があるかと思います。あとセガのアーケードゲームのね、バーチャコップ。あれのガンコンがね、デッカードブラスターと、このオート9の先端部分を足したようなね、そんな形をしてましたね。まああとハウスオブザデッドとかね、ロストワールドとか、その当時のね、いろんなセガのシューティングゲームで使われたガンコンでしたけども。あとあれか、セガサターンのバーチャガンだっけ？あれもアーケードゲームのガンコンと同じ形をしてましたね。そんなね、セガのガンコンから見ると、その当時 SF 映画に登場する銃といえば、オート9と、そしてデッカードブラスター。ひょっとしたらこの二大勢力だったのかもしれませんね。はい、と前にちょっと雑談が長くなっちゃいましたけどもね。この KSC のオート9、近くで見てみましょう。それでは、KSC ガスブローバックガンオート9、近くで見てみましょう。まず全体はですね、こんな感じでございますね。なんといっても特徴的なのはこの、これコンペンセーターなのかな？もはやコンペンセーターというよりはね、延長フレームみたいな感じになってますけども、こういう非常に大きいコンペンセーターが特徴的かなと思います。正直実用面を考えたらね、こんな大きいのをつける必要は全くないと思うんですけども、やっぱり映像的にはね、このぐらい大きい方が映えますし、この銃を扱えるロボコップはもはや人間ではないということをね、見ている人に印象付けることができるのかなと思います。はい、それではまずはマズルです。このマズルフェイスはね、オート9非常に印象的ですね。とても迫力のあるマズルフェイスかと思います。で、なんとこれ、ネジが切ってあるんですよ。なので、サイズが合えばサプレッサーとかを取り付けることもできるのかもしれませんね。まあ、なのでトレーサーとかをつけて、蓄光 BB 弾を撃ってあげるとね、ちょっと SF 銃っぽさが増すかなと思います。で、こちらにはね、この謎のフィンがついていますね。これが上の方についてたらね、放熱用のフィンなのかなとか思いますけども、特に多分これ意味はなさそうですね。本当にデザインかなと思います。で、ここにはポートが開いていますね。片側3個ずつ、合計6つのポートが開いています。で、こちらはね、こっちは放熱用でしょうね。ベンチレーテッドリブがついています。で、このフロントブロック、コンペンセーター部分、こちらは全部 ABS 樹脂でできていますので、見た目の割に非常に軽い感じになっています。で、今回これ借り物ですのでやりませんけども、ここのトリガーガードの部分の、このピンを抜けば、このフロントはズボッと抜くことができます。はい。そして、スライドですね。この銃はベレッタ M93R がベースとなっていますので、この辺の造形は 93R と同じですね。刻印はピエトロベレッタではなくて KSC オリジナルの刻印になっています。反対側ですね。キャル 9mm の刻印が入っています。はい。そして、コッキングセレーションですね。こちら側にはエキストラクターのモールドがついています。はい。そしてサイトです。フロントサイト。そしてリアサイトです。オート9はですね、このフロントも特徴的ですけども、このリアサイトもね、こちらもシルエットの上では非常に特徴的な部分かなと思います。非常に背の高いサイトがついていますね。リアサイト上部はこんな感じになっています。これだけ大きいので調整式サイトかと思ったら特に調整機能とかはないみたいですね。で、ちょっとピントが合いませんけども、サイトは覗くとこんな感じになります。この銃はフロントサイトからリアサイトまでの距離が長いので非常に狙いやすいのではないかなと思います。はい、そしてフレームですね。まあ、この辺は 93R と変わりません。フレーム下部ですね。パーティングラインは残っています。
で、こちら側には KSC の刻印が入っています。はい、そしてグリップです。グリップも非常に大型のものがついていまして、ここのマガジンウェル一体のグリップとなっています。本来のグリップはこの辺までですので、まあだいたい2センチ前後延長されている形ですかね。特にチェッカリングとかそういうのは入っていません。はい、そして操作パーツ類です。まあ、この辺もね、 Q3R と共通なんですけども、まずこちらがスライド分解用のレバーですね。ただこちら、このフロントのコンペンセーターついていますので、スライドを外す際は、これをまず外してからという形になります。まあ、ただですね、KSC の銃は、スライドを分解しなくてもホップアップの調整ができますので、まあ、そんなにスライドを外す機会というのはないかなと思います。で、こちらがスライドストップレバーですね。ホールドオープンするとこんな感じになります。ホップアップの調整は KSC ではおなじみ、チャンバーのダイヤルを回して調整します。なのでスライドを外す必要がないということですね。はい、そしてこちらがセレクターです。フルオート、セミオートです。そしてセレクターの後ろのこちら、これがセーフティーです。下に下げると撃てなくなります。はい、そしてハンマーです。いつも通りの Q2F 系のハンマーですね。そしてトリガーです。こちらもいつも通りのトリガーですね。マガジンキャッチボタンです。こちらも特にカスタムとかされていないノーマルのボタンですね。そしてこちらが使用するマガジンです。ご覧の通り、システム7になる前の旧型のマガジンですので、ちょっと BB 弾込めるのにコツがいるタイプですね。専用のローダーがあると非常に楽に BB 弾込めることができます。マガジンを入れると、こんな感じになります。ロングマガジンなはずなんですけども、この大型のグリップのせいでロングマガジン感があまりないですね。はい。まあ、近くで見るとこんな感じでございました。それではこちらのオートナイン、いつものようにシューティングレンジで撃ってまいりましたので、その時の映像をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。はい、という感じでございました。いやー楽しいっすね、フルオート。もう正直この銃は命中精度とかね、そういうのはどうでもいいです。片手でね、フルオートでバリバリ撃って楽しむ、もうそれでいいじゃないですか。この銃は古い銃なんですけども、とても快調に動いてくれました。はい、まあ今回はそんな感じでございました。はい、というわけで今回ですね、こちら KSC のガスブローバックガンオートナインの簡単な紹介でございました。いやーもうこれね、ちゃんと撃てて、形も良くてね、で、撃ってて楽しいっていう。これも最高のファンアイテムじゃないですかね。
結構ね、こういう映画に登場した銃とかって、限定品みたいな感じでね、結構高い値段がついてたりするんですけども、このオートナインはね、今でも現行モデル結構安く売ってますので、欲しいなぁと思ったら気軽に買うことができるっていうのがね、嬉しい点ですし、何かの作品に登場する銃の再現モデルとかの中ではね、結構異例なんじゃないかなって思います。まあほんとね、これは好きな方は持ってると思いますけども、気になってるなぁという方はね、ぜひ一度手にしてみてはいかがでしょうか。まあただですね、この子の欠点、それを言っちゃお前終わりだろうと思われるかもしれませんけども、サイズがでかいので持ち歩きが不便です。ね、ロボコップと違ってね、我々足の中にこれ収納できませんので、なかなかこのサイズのガンケースとかを探すのは大変だと思います。はい、それ以外はね、もう本当に楽しい銃だなと思います。まあそんな感じで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。